いやくまモン食べるね。めちゃめちゃ食べるやん。いやごちそうさまでした。お腹いっぱいだったね。いや今皆さんにねからし連合についてちょっと話させていただきましたが、何してるの？なんか始まった。もしかして今電話かかってきてた？うん。で何？はい、大きいリュックを背負って、はい、うん、なんか乗ったな。自転車やな、それ。自転車乗って大きいリュックってことは、お姉さんちょっとそれ背中見えたよ今。クーマーイーツって書いてある。わかった。なんか出前の旅に出たんやな今。なんか出前受け付けたんやね、クマも。熊本のマカボンの出前を受け付けてクーマーイーツが走っております。はい、到着。あ、こちらなんですね、出前ね。はい、あ、はい、どうも、私です。ありがとうございます。いただけてください。いいの、見せつけるだけ、ほんまに。はい、お姉さん喋ってねって。わかりました、わかりました。はい、ね、これくまモンが今運んでたのはラーメンです。熊本ラーメンもとても有名で、今ここにね、あの九州うまかいちラーメンコーナーがございますが、この中にも熊本ラーメンもちろんご用意させていただいております。熊本ラーメンの特徴としては、まあ豚や鶏ガラをブレンドした優しい味わいの豚骨スープと、のど越しの優しいですね中太麺が特徴になっていて、くまモンも一気に食べてしまいましたが、焦がしたりね、揚げたりしたニンニクチップ、マー油が入っていたり、トッピングされていたりするのも特徴です。お店によってはね、キクラゲも入れたりするんで、もう食べた後でね、お腹いっぱいになって美味しいお水も飲んじゃうよね。熊本お水もとっても美味しいエリアなんですが、くまモン